朗報、森保ジャパン、実質 3.5 位。優勝フランス、2位アルゼンチン、3位クロアチア、3.5 位ブラジル、3.5 位日本、4位モロッコ。うおおおお。そういうことになるな。そういうのやめようや。ベスト8の目標すでに達成。言うてモロッコめちゃくちゃ強いやん。サウジアラビア、コスタリカ。惨めになるからやめよ。アルゼンチンに勝ったサウジアラビアが優勝だぞ。明日モロッコと4位決定戦やろうや。日本の顔してたから 2.5 位。その順位はともかく言われてるほど日本と上位の差ってないよな。なんであんな無理無理騒いでたんやろ。サウジと真の優勝争いするか。一番救われたのはベルギーやぞ。3位のところに 2-0 で勝った前回の方が上やったな。ようやっとる。これにはコスタリカもにっこり。FIFA ランク6位ぐらいにしてもらってもええな。鎌田叩いてたけど考えちょっと改めた。中盤とディフェンスの選手はワールドクラスと言ってもいいくらいには日本も成長したな。日本はしかも疲れてない時のモドリッチと引き分けやからな、かなり強いわ。ブラジルが負けたのが惜しいわほんま、あまりにも情けない。普通にベスト8の可能性は高かったな、ひたすら運が悪かった。正直安定してベスト16ってだけですごいよな。むしろクロアチアに 3-0 で勝ったアルゼンチンがズバ抜けて強いやろ。忘れられるフランスに勝ったチュニジア。ルカクらなければどうなってたんやろな。変に日本を下げたがるやつってなんなんやろな。3試合強豪国とやって不甲斐ない試合なんて一つもなかったのに。4年後が楽しみよな。見れるかわからんけど。